なんか今って試合ってその計量する時間っていうのは大会によって違うんですか？いや、国際大会 IGF のワールドツアーは基本8時です、うん、夜の前日の夜の8時8時と当日の朝、まあ、試合それは試合によって変わるんですけど、うん、試合が開始する1時間前に、うん9時抽選で 5% 計量っていうのがあって、うん、あ、なるほど、そうですね、増やしすぎないようにっていうのがあるので、うん、まあ、夜8時の計量が終わった後も一応 5% 意識しながら食べると、うんうんうん、飲むっていうのをしてます。なるほど。じゃあ、57キロ級だから 5% だと 9.8 ぐらいですね、うんうん、2.8 ぐらい増やすって感じですか。普段はだいたい何キロぐらいなんですか？減量する前ですか、うん、する前は最近筋肉ついて62キロになっちゃったんですけどね。でも筋肉が増えた62なので、うんうん、まあ以前は、まあ、60だった時は脂肪を落としてで水分を抜いてたんですけど、今は水分だけのまま、うん、ピュッと落ちるようになりました。すごいですね。なんか短期間でギュッと落とせるようになりました。いいですね。短期間ってどれぐらいですか？まあ、5キロを4日ぐらい、うん、3日4日って落とします。なるほど。ああすごい。それで今回そのビーレジェンダの BCA をお使いいただいたということで、はい、どういうふうに使っていただいたんですか？まあ、とりあえず試合あ計量終わった後は、うん、BCA と経口補水液を入れて、うんうん、水とその いろいろ混ざってるのを2つ用意して、はい、あまり濃くならないように、うん、血中濃度が高くなりすぎないようにこう割りながらの、はいはい、飲んで、で次の日も、うん、一応ちょっと 5% があったのであんまり食べれなくて、うん、で、まあ、会場行って 5% なかった時にもうすぐ PCA と経口補水液を入れて、うん、でそれをなんか1リットルで作って、うん、試合が終わるまでちょっとずつちょっとずつ飲む、うん、なるほどなるほどっていうのをやってました、うん、あBCA も何入れたんだろう、分かんない、入れた気がするとりあえず入れとけと思ってなるほど。やっぱあれですか、その計量終わった後に結構食べるともう59キロぐらい結構すぐいっちゃいそうな感じになるんですか？そうですね、寝るときにはもう、今回は寝るときにはもう60でしたね、うん、まあ、200オーバーしてて、まあ、寝て落ちたので、うん、ちょっと落ちたので朝はちょっと飲んでとかっていう感じだったんですけど、うんうん、そうですね。なるほど。結構ドキドキしますね、うん、計量ね、計量はそうですね、まあ、慣れましたけどね、うん、でも 5% 計量当たったらめんどくさいなっていうのはありますね。あ、人によってはもう9時なので、あ、そういうことなんですか？その日にならないと分かんないんですよ。なるほどなるほど。一応落としとくけどないことも普通にあるので、もう40人いるのでその中でも選ばれるのは2人から4人なので。あ、じゃあその時間でそのまあ計量終わったらその後はもう自由です。もう関係ないです。なるほど。ガンガンでもう朝10時から始まってホテルに帰ったのが11時だったので、うん、もう1日がすごい長いので BCA 入れて、うん、あのちょっとで飲み終わっちゃうともう終わっちゃうので、うん、なるべく長い飲めるように大きいのに入れて、うん、結構1日で試合やりますもんね。5試合やりました ね今回は。そうですよね。じゃその間は結構ちょこ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 、そうですね、間が空いて、うん、で途中で3時間空く時もあるので、うん、ご飯も食べて、その時もリカバリーとかしてって感じですね、うんうん、まあ、今そのカナダ国籍にされたじゃないですか、はい、それでなんか変わったこととかってありますか？自分でってことですか？とか環境とかも、日本代表から今度カナダ代表になってて練習環境だとか、うん、なんか変わりましたかね？まあ練習環境は大学卒業してからもここで練習してる、うん、基本もここにいるので、うん、山梨学院で練習、環境はあまり変わらないんですけど、うん、まあ年に何回かカナダの方に練習行くことがあって、うん、まあ、そこの練習に参加するとやっぱり、うん、まあ、内容がその練習内容が全然違ったりとかっていうのはありますね、うん、なんか新鮮というか、うん、まあ、新しい考え方があるので、そういう新しい発見はあります、ね、うん、
なるほど。なんか今じゃあ困ってることとかないですか？困ってること、うん、困ってること、うん、柔道でですか、うん、体力がない。それぐらいかな。スタミナの持続、多分もともと人より筋肉が多いというか、うんうん、その柔道スタイルも筋肉をすごい使う、力をすごい使うタイプなので、うん、やっぱなんかこう酸素の消費量が多いのか何なのか分かんないんですけど、うんうんうん、手が張っちゃったりだったりとか、うん、本戦4分間で決着つかなかった時はゴールデンスコアって言っても、この前の決勝みたいな、そうです、延長戦、はいはい、もう無期限の延長戦なんですけど、はい、ああなった時にすごいきついっていうのが、うん、ずっと悩みです。走れないわけじゃないんですよ、うんうんうん、人並みに体力はあるんですけど、うん、いざで練習も普通にできるんですけど、いざ試合になるとやっぱ、うん、必要以上に力が入っちゃって、あ、なるほどなるほど、で体力が消耗されちゃうので、まあ、一応戦術でいろいろ頑張って変えようとはしてるんですけど、うんうん、何か摂取できるもので変えれたらいいなと思って、うん、ちょっとめっちゃそれ後でちょっと栄養サポートでお話したいんですけど、すごいもう言いたいことめっちゃ、いやでも逆にね、筋肉があるっていうのはすごいアドバンテージですよっていう、スタミナに関してもっていう、あ、もうぜひ後でちょっとお伝えしますね。ノート持ってくればよかったの、紙とペンではですね、あ、ちょっと出口選手ちょっとお願いがありまして、ちょっと今の目標を、目標ですか、書いていただいてもいいでしょうか。間違えたら、でもあと2枚ありますよね。大丈夫、2枚ある。自分ダメなんですよ、こういうの。ありがとうございます。では、目標をちょっと、はい、見せていただいていいですか。はい、東京2020金。はい、素晴らしい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、東京オリンピックが終わった後のなんか目標とかってあります？まあ、柔道続けるか続けないかで変わってくるとは思うんですけど、うん、いずれ柔道引退したら、うん、そうですね、柔道教えたいなとは、うんうんうん、指導者になりたいなとは思ってますね。素晴らしい、そういう、多分なんだかんだ言って柔道やりたくなると思うんで柔道から離れる生活はできないと思うんですよね。柔道の楽しいところって何ですか？柔道の楽しいとこ、うん、10割中 0.5 割しかないですよ、楽しいところなんて。本当に 95% はきついですよね。いや、でもそうじゃないですか。そうだったから試合でこう投げた時が多分一番楽しいけど、うん、投げれることもあんまり、寝技で勝ったりとか、うん、指導で勝っちゃったりとかっていうのもあるし、うんうん、まあ試合じゃなくても練習で投げた時が一番楽しいかな、うん、なるほど。投げれれば、投げれなかったらもうイライラしかしないですけど、情緒不安定になるし、スポーツですよね、柔道って本当に。こう、あ、投げられたってなったり。あとちょっと最後に、誰に似てるって言われます？誰に似てる？言われることないです。なんかいっぱいありすぎて、なんか最近すごい、ま、世界選手権勝って、うんうん、テレビに映ったじゃないですか、うんうん、それからいっぱいなんかなんて言われます。似てる、うん、男の人だったら、うん、生田斗真さんに似てるって言われることもあるし、うんうん、出川さんっているじゃないですか、タレントの出川哲朗、うん、原付で旅するやつが、うん、それで来たんですよ、うん、その時はシェリーさんに似てるって言われたし、あー、出川哲朗に似てるって言われたかと思う、言われたし、うん、滝川クリスティさん、まあでもやっぱ名前の部分もあると思うから、とか広瀬すずさんにも似てるって言われたことあるし、めっちゃ幅広い、幅広すぎて、ジョン・コナーって言われたりもするし、それターミネーターの、そうです、私すごいそれ思ったな。でも髪型をジョン・コナーにしてくださいって言ってやってたんで、多分そのせいも、髪型が似てるせいもあると思うんですけど、すごい似てると思いました、私も。ジョン・コナーですか、ジョン・コナーでいきます。じゃあずっとこれからはちょっとおこがましいですね、ジョン・コナーさんに怒られるかもしれない。ちなみに出口さんのファンは男性と女性どっちが多いんですか？
どうだろう、半分半分じゃないですかね。わりかし女性にも好かれる容姿をしてるとは思うので、ねうん、そう思いますなんか本当に多分今回の年に1回のこれしかないじゃないですか、柔道が日本のテレビに放映されるのは。で今回、まあ、放映されて柔道知らない人でも、うん、なんかファンになってくれる人が 多かったので、性別問わずも柔道やってない人がもう柔道を見てくれただけでも私は感謝です。そうなんですね。そうか、はい、では、はい、いろいろとお話ありがとうございました。ぜひ今後も頑張ってください。頑張ります。手口クリスタ選手でした。ありがとうございました。こちらはちょっと間違えました。かっこいいサインいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。